こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様。皆さんはね、出川哲朗さんが英語がね、できなくって、でもできない英語ながらコミュニケーションを取って目的地に行くみたいなね、そんなストーリーを見たことがあるんじゃないでしょうか。もしくは話に聞いたことがあるんじゃないでしょうか。出川イングリッシュと言いますよね。これね、とってもね、私たちに希望を与えてくれる話ですけども、一つ注意しなければならないのが、これがね、テレビの企画で編集ありでやられてるってことなんですよ。だからあれをそのまま素直に鵜呑みにして、あ、こんな英語でもできるんだ、面白いな、出川哲朗、自分でも、片言の英語でなんとかなるかもしれないっていうふうに、信じてね、やっていただくのももちろんいいですし、もう一つの考え方として、テレビという企画はきちんと目的を達成してオチをつけないといけないから、なんとか無理やり編集したり、あの手この手やったりとかね、テレビに流さないところを組み合わせて目的を達成されたように見せるような演出をするバラエティ番組を完成させた、台本通り OK みたいなね、そんなこともあるんですよ。だって行き当たりばったりでテレビ番組ってできないですからね。時間の枠もありますし、スポンサーさんの意向もあります。特にスポンサーさんの意向ですよね。スポンサーの意向が達成されないテレビ局には予算がまたね、広告料入んないわけですよ。テレビってのは広告を出すためにコンテンツ作ってますからね。これはアフィリエイトをやり込んでいくと分かるんですけども、45分とか50分のドラマをなんでやるか、それはですね、広告を売るためなんですよ。広告だけをずっと流していったら誰も見てくれないんで、面白そうなコンテンツで人を呼んどいて、その無料コンテンツの隙間隙間に広告を入れていって、その広告が売れると。それで広告が売れるとスポンサーさんが潤って、そのスポンサーさんがお礼に、紹介報酬だよって言ってテレビ局にお立ちに払うわけですよね。となるとですね、出川哲朗さんのあのバラエティ、ドラマ、ストーリー、これはね、台本の通りにさせられたというふうに考えることもできるんですよ。いや、むしろそう考えた方が筋が通ります。ですんでね、私が言いたいのは、何を信じるかを選んでいるってことなんですよ。あなたは何を信じるかを選んでいるんですよ。よくね、いやいや、吉谷さん信じてやったのに、久保さんが言ったから信じたのにっていう人いるんですよ。ね。でしょ？信じていただくのは結構なんですけども、じゃあ信じてるんだったら、なんでね、なんでアフィリエイトで1万サイト作んないんですかってことなんですよ。アフィリエイトで1万サイト作ったらね、1億円稼げるっていうふうに信じてないんですよね。もしくは、いや、そこまで、その大変さはいらないって思ってるんですよ。だから何を信じて何を行動するか、結局自分で決めてるんですよ。私が明日ね、久保さんを信じてますっていう人に対して、明日宇宙人が攻めてくるよって言ったら信じますね？信じないわけですよね。私を信じてる人でも、私の言うことなすことやること全部を信じてるわけではなくて、自分の都合のいい受け取りやすいものを信じるわけなんですよ。だからここをね、やっぱり履き違えて、自分の責任を人に転嫁するときに、信じてたのにっていうわけなんですよ。そしてですね、自分が悪くないよってことを言うために、じゃあ何々さんを信じてやってみますみたいなこと言うわけですよ。あのね、人を信じる、それは自由なんですけど、そういう考えはいらないです。もし人を信じてるんだったら、言わずに心の中で思っておけば十分なんですよ。その誰かを信じてるってことによって、その誰かを拘束しようとしてる、要するに責任逃れをしようとしてるところが、ここに見え隠れするわけですよね。さあ、出川哲朗さんのドラマから、信じる信じない論まで来てしまいましたけども、皆さんはですね、どういうふうに人を信じる基準を持っているでしょうか。多分基準ではなくって感情だと思うんですよ。感動したら信じてみようかなと思ってポチッと決済ボタンを押すんですよね。その感情に振り回された結果が今日なんですよ。感情に振り回されて大変な思いをしそうだからやめといて、こっちの楽そうな方に行く、それも感情です。確実に儲かりますって言葉に反応してそこをクリックする、それも感情です。でもですね、自分の感情は自分の内側から作ってるわけですよ。外的要因で作られてるうちはまだまだなんですよ。人に言われて心揺さぶられてたらまだまだなんですよね。時には外的要因で自分の心を揺さぶられたい時もあります。私はね、感動的な映画を見るのが大好きで、ドラマを見るのが好きで、大草原の小さな家を何回も見たりとかね、この前もね、最高の人生の過ごし方じゃなかったですかね、吉永小百合さんのね、あのドラマを、映画をね、2回も見に行きましたけど、あれはね、作り物だと分かっていても自分の感動を揺さぶってほしいから行くんですよ。要するに、言い過ぎですけども、詐欺にかかりに行ってるわけなんですよ。で、詐欺にかかった金額が映画代1800円、いやーよかったーって思うわけですよね。でもこの映画が感動しても30万とか50万だったら、いやー、やられたって思いますよね。だからこういうふうに、自分の払った金額によってその対価ね、自分が騙されても気持ちよく騙されるのか、それとも騙されてしまったと思うのかってことが決まってくるっていうのも、これも感情のなせる技なんですよ。で、今日のね、動画のまとめなんですけども、テーマはもう分かりましたね。感情なんですよ。
あなたは感情に支配されてるのか、それともあなたが感情を支配してるのかってことなんですよ。あなたが感情を支配していたら、人の感情を動かすことができます。そして売上を作ることができます。集客をすることができます。ビジネスをするってことは人の感情を動かすってことなんですよ。でビジネスの餌食になるってことは誰かに感情を動かされてるってことなんですよ。さあどちらの人生いきますか。自分の人生の真ん中を生きようと思ったら、やっぱりね、誰かの感情に左右されて、いちいち誰かが言ったからとか、この人が言ったから、有名人が言ったから、国が言ったから、政府が言ったから、トレンドがこうだからっていう風にして自分の人生歩めないんですよね。私は歩めないと思いますよ。むしろ外界の情報なんて全くいらない、人の影響なんて全くいらないのに、自分の内側から出る声に従って素直に生きていくことが自分の人生なんではないかなと思うんですよ。その結果ですね、外れを掴んでもいいわけなんですよ。で、外れを掴んだ、その自分の力量が外れを掴むような選択肢だったわけですよ。でそれで OK じゃないですか。自分の等身大の自分が見えますからね。でも誰かのアドバイス通りにやって成功したっていうのは、その誰かに依存するわけなんですよ。要するに自分一人で独立できていない起業家の姿がそこにあるんですよ。よろしいでしょうか。この辺をね、よくよく理解して、これからもね、億万長者合宿のやり取りを見てほしいと思います。いってらっしゃい。